あ、皆さんよければ高評価お願いします。うわ、10人くらい光ってる、やばい。俺も多いぞ絶対。おい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 、高っ。今のは割と声出た気がするな。で、あの人いきなり鍵切れしてるから外しとこう。あ、呼ばれた気がしたので行きました。初見です。初見の詐欺さんですね。足長おじさんさん、センスマちゃんありがとうございます。おい、いやテレビ屋でもなくてね。ほらほら、マージン予言。まあ、これはマージン入るでしょ、確実に。ほい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 、ほらほら、ほいほいほい。初めて聞いたときはビビった。あー、タゲゲー対タゲゲーか。どうしよっかな、これいけんのか。4人分で果たして足りるのかどうか。相手の方がタゲゲーしてる気がするんだよな。でもとりあえずタワー組んでいくか。これタワーしっかりノータイムで組んでって、はい、トリプルからトリプルと、これは送っていこう。今日ドリミ君確かに当たってないね。どうなんだろう。ういうい、このタゲゲはいけるでしょう、おそらく。テトリスより3列の方が強そう。確かに音的にはね、3列は効果抜群の音楽だからな。めちゃくちゃいいよね。ほら、超強そうな音はしてる。さあ相手もタゲゲしてるけど、どうかな。これずれていった。これはひとまずまだ外さずに、存在当ててからだな。存在当ててから外そう、ある程度で。これもそこ入るね。これ入れて、でそれもここ入れて、オッケーオッケー。何の鍵を見てもらうんですか。基本的にこのエフェクトあるじゃないですか、黄色いエフェクト、まあ、画面に飛び交ってると思うんですけど、これがね、まあ、多い人をよく見てるね。本当に鍵入れしてる人は要するのもう最重要レベルなんで、本当に特に終盤はね、誰がどのようにタゲゲしてるかっていうのは一番意識配分してることかな。ほい、それだけターゲットが重要なゲームなんで。入りません。そう、入ってしまうんですよね、あれがね。これちょっと念の使い方ミスったな。この目でいこう。なんかずっと配信見てるとあのタイミングが分かるようになってきた。マジですか。あの人は相変わらずタゲゲーしてるな。外しようこう。タゲゲーという単語が本当に頻繁に出てくるからね。で、とどめ1にして一旦ハンバーグ、バーグ作っていこうかな。1バーグ。種子はむずい、種子はむずい。種子はね、相当繋がりづらいから。やばいですね。あれはやんない方がいい。ダイミノズレて、エスミノもズレた。はいはいはい。あの人ちょっと一旦ターゲットいいから外しとこう。ほい、これも一応入りません定期できるっちゃできる。やるか、入りません定期で、その目にしといて OK。 その置いた前提で次の身に置くと連続でミスっちゃうこともあるからね、そこは要注意だな。バーグ久しぶり。さあしっかりハンバーグも組み切っていき、これでいくか。そう、あれが入っちゃうんですよね。で、これでいくか。だ、これも入れることはできるけど、普通にリカバリした方がいいから、やっぱやめとこう。ほら。ほい、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 ほい。おっと、ミクロネシア4563、610円スパチャありがとうございます。ほいほい、おらおらおら、内容が飛んでしまった。これはとどめの方がいいな。ほう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 。
ちょっと待ってね。はい。竹切りしてる人を見つけようとして、それだけに集中しても見つけられないんだよ。そうだね。結構まあ意識配分することが多いからな、そこ見てると自陣がおろそかになっちゃうっていうのもあるんでね。神とか、私は動体視力。月と動体視力が月と、ここ？いや、それ以上かも。と。ありがとうございます。さて、ちょっとバッチがない状態ではあるね。とどめ安定だな。すっぽん？すっぽんって読むのか。むずい。ありがとうございます。うい。うい。ほこかと思ったわ。なんかそういうっぽい読み方しそうだなみたいな感じで言ったけど、ほら、これは J 縦からつなぎで言います。はいはいはい。まあ種録になってもいいか。はいはい。コマ今来ました。はい、コマはいらっしゃい。さあとどめ打ちでその人は倒したいな。どうだろう、いけるか。まず一人 OK ナイス。それも倒して、とりあえず 50%。 OK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 。 75いいね。いいよ、バッチのペースが良くなってきた。ほいほいほい。ほうほうほう。一応バックトゥバックつけたからちょっとテトリス重視でいくか。テトリスは2回分せっかくバックトゥバックつけたからね、打つ感じで。よし、ナイス。ドネイト運命、ありがとうございます。ほら。おい。おい。おい。感じは無理なやつが多い気がする。やっぱ結構難しいの来てんのかな？その感じが難しいかどうかっていうのも。俺はちょっと分かってないんだけどね。取ったけどまだ、陣形にはなってない。ほい。ほい。ほい。で、とりあえず送っていこう。もう少しで人権だからね。客長、足長さんでも読めるようになったからね。結構進歩はしてる部分はあるけども、まあまだまだではある。で、あの人耐えたら多元化するぞ、相当。耐えたらの話。はい。やべえな、みんなして送ってるな、あれ。みんな倒したいもんな、あれな。でも耐えるとそのように、あまりにも多元化やばい。7、8人ぐらいターゲットあるからやばいぞ。12ライン分余裕で飛んでる、あのバッチの数でも。ほい。ほい。あの人連してるから一旦外しとく。そう、進歩してますね。いい感じですね。ただあの人も連プラス多義してるから外しといた方がいい。とどめ1で、その人。オッケー。相変わらず、あ、でも人間取れたな。オッケーオッケー。人権取れたのは比較的でかい。はいはい。ほら、これはこれでいくか。ナイス。はい、9分経過、ありがとうございます。はいはい。まだマージンは来てない状況か。なるほどね。ほい。ほい。
最終的には最大入りそうだな。ほい。君はずれた。はい。サマージン相当入ってるこれ。これは強あとは連続か。ほい。ほら、俺の得意ムーブ。まずい、君のズレた。やばいぞ。お気にするとまずい。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。
最大か。この耐え方はロイ君な気はするね。二ライン消しは早いんだよな。直列行ってる。多分ここら辺で展開取り直してくると思う。相手警戒警戒。ピンチ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 。
よしよしよし、しっかりと勝ちをもぎ取っていく。危ね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 。あ、リカバリ良かったな。やっぱりロイ君とのタイマー本当に長い。